はいどうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はダウンロードコンテンツで新しく追加されました、迷宮コインのレシピの取り方、やっていきたいと思います。結構数がありますので、サクッといきますね。まず、最初の1枚、ここです。偽の荒萩色王国の会議室です。2階にあります会議室のここですね。取ってください。異界の重機たちですね。次はここですね。マデ島にあります孤島の修道院。この中にあります。こっち側ですね。ここ。魔神大全下巻です。次はここです。ラゼアの風穴にあります風穴の研究室。この中にあります。研究室があるところの本棚。ここですね。ここにスライム流出世術があります。それでは次に行きましょう。次はここ。偽のグランゼドーラ王国にあります船舶管理局。この中ですね。入って右側です。ここだね。魔神大全の上巻というものがあります。次はここです。真のメルン水車橋ですね。ここの小屋の中にあります。入ってすぐのところですね。偉大なるドンモグーラ。次はここ。真のグランゼドーラ城の3階図書室の中ですね。ここの左側のここです。限界への挑戦。次に行きましょう。次はここ。真の野猿館ですね。魔女の森のところにある場所です。これの上の方に行ってください。ここですね。暗黒魔女都市の脅威です。それでは、ここが最後ですね。偽りの忍者の塔の4階にあります。ちょっとわかりにくいんですけども、ここですね。新設、異界の重機たちです。場所としてはこのあたりですね。ちょっとわかりにくいところにあります。はい、ということで今日はダウンロードコンテンツで追加されました迷宮コインのレシピの取り方やっていきました。今日は8個入手方法をやったんですけども、もしかするとまだあるかもしれません。その時はまた投稿しますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。